友達の目の前でおならできますか？できない。いない。わあ。全員できない。友達の前でおならする必要ないもんだって。いや違う違う違う。我慢できなくてみたいな。我慢。窮地の時。我慢する。ああ、いや、アスもできないけど。できないんだ。いや、できる、いや、ナズナ先輩できそうだなって。できないよ。だって私、ゲップとかもしないやん。確かに！そうか。ゲップとおならはどこか。普通ないよ、それ。あ、まあ、普通やん、ね。なんかそのゲップを短い人がいるからさ。V スポに来てちょっと常識が覆された感あるんだけど、実はね、普通なんだよね。え、じゃあ本当になんかみんなで遊んでてマジで耐えられないって時どうするんですか？おなら耐えられないことなくない？トイレ行く。あー、賢い。ちょっともじもじしながら我慢するけど。いや、やだ。耐えられない。トイレ行ってさ、え、おならすんのとかいうやついないじゃん。確かに。そうね。ほい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 。あ、トイレね。まあでも話したらみんな言うて、ゲップとかおなら以外のことはなんかない。大体何でも別に言うよね。ゲップは人前でしないけど、おならは割といるくないっすか？結構生理的に出てしまうものなのに不快指数高いのおもろいよな、結構。確かに。だって咳とかくしゃみはさ、だって我慢しなくてもいいとされてるやん、あんまり。もうそうだね。でもおならとかゲップはダメなんだなってなる。確かに不思議。体から出るものっすからね。切り替え出てくるからね。あー、匂いがするから。じゃあ匂いがなかったらいいのかな。なんだろう、この計算性のない話題。哲学的。いや、もう、いや、今唐突的に思っ気になったから話題出しちゃった。どうぞ次の話題。全然うちは不満じゃなかったよ、今の話。絶対不満だった人の言い方じゃないですか、今。最近